で護衛艦になります。向こう2つはね、陸上に近い向こう2つは、ヘリコプターを格納する、デッキになっております。どれもね、非常に古い船です。一番手前のね、船内に関しましてはヘリコプターを乗せることができません。非常に小さいね、一番小さい形の護衛艦となります。これだけたくさんの船がね、止まっていることは非常に珍しいのでね、ぜひ皆さん、お写真を収めてやってください。なおでございます。日本に6隻しかない航空能力の大変優れた艦で、数百キロメートル四方にわたりレーダーで探知しています。はい、それからね、3隻を過ぎまして。